アビスパ福岡背番号16番、石津大輔です。コロナで、すごい難しい状況ですけど、しっかり目標を持ってそれに向かって努力をしていれば必ず、報われる時が来ると思います。それを信じて頑張ってもらいたいと思います。自分たちも、今年、必ず J1 に上がるので応援の方よろしくお願いします。アビスパ福岡背番号10番の城後久志です。大変な状況ではあるとは思いますが、必ず明るい未来が待っていると思います。みんなで乗り越えましょう。僕も頑張ります。アビスパ福岡背番号8鈴木純です。今サッカーを頑張っている子どもたちのみんな、君たちのゴールはまだまだ先にあります。これからも日々の努力を怠らずに頑張ってください。まあ、僕自身の体験談でいうと、僕は少年の頃からサッカー選手になりたかったっていう思いが強かったので、自分に何ができるかって考えた時に、やっぱり人と同じような練習をしていても多分プロにはなれないと思ったので、人の何倍も何十倍も練習しましたし、数え出すと本当キリがないぐらいたくさん悔しい思いはしてますね。自分の力が J1 昇格の力の大きな部分になったっていう手応えがあった中で、2016年シーズンの J1 の戦いがこうかなり不甲斐ないものになってしまった時は、やっぱり自分の力のなさを感じましたし、 J1 っていう舞台を常に目指してやってきて、自分たちの力で掴み取ってその挑戦権を得られたのに、1年でその挑戦の期間が終わってしまったっていうところは、すごくこう喪失感が大きかったりした記憶はあります。で、時にはこうさらに厳しい言葉だったりっていうのもあると思うんですけど、手を差し伸べてくれたりする人とか、自分に声をかけてくれる人の存在っていうのがすごく大きくて、まあ、自分一人では乗り越えられなかったとは思うんですけど、そういう周りの人の力というか、頑張っていればこう助けてあげたいなって思ってくれる人がどこかで必ず現れてくるので、そういう人の力を借りて前を向いて頑張って乗り越えたんじゃないかなとは今思ってます。やっぱ辛かった思い出は、やっぱ去年大怪我して全治8ヶ月の怪我をした時はやっぱりすごい、不安でしたし、ショックも大きかったですね。明確な目標があったんで、自分は本当に頑張れたっていうところはありますね。開幕戦に出るっていう目標を掲げてリハビリを頑張りましたね。ずっと付きっきりで一緒にトレーニングしてくれたトレーナーの方にすごい感謝しましたし、ずっと支えてくれた家族にすごい感謝の気持ちでいっぱいだったので、まあ、言葉で言い表せれないぐらい感謝しました。まあ、サッカーに限らず、まあ、野球もそうだと思いますし、やっぱり人に与える影響力というか、選手が最後まで諦めずにプレーしていることによって見てる方にいろいろな形で伝えられるっていうことが、もちろんサッカーの良さでもありますし、スポーツの良さであると思うので、スポーツをやっている子どもたちも分かると思うんですけど、まあ公園で一人でボールを蹴ってできないことができるようになった時とかの嬉しさももちろんあると思うんですけど、試合でみんなで勝ち取った勝利とか、こう周りでお父さんお母さんが見てる中でいいプレーができた時の喜びの方が大きいと思うので、自分は一人じゃないというか、みんなの中の自分っていう意識を持って常日頃から生活するっていうのは大事だと思います。こう周りの人の支えがあるとさらにパワーアップできるっていうのを信じて、自分ができる努力を続けるべきだなと思います。エールでつなごう福岡。